大地に咲く一輪の花、まさしです。見てこれ、俺挨拶考えたんだよ。やっぱりね、登録者1万人一応超えてるからね、なんか挨拶考えたいなと思って。超かっこよくない？はい、ということで今回はね、先日ね、拙者が出した韓国メダル3種の動画についてなんですけどね、まあ、それになんかいろいろコメントが来まして、まあ、バカみたいなね、嫉妬コメントも多かったんですけど、その中にね、羨ましいみたいな、全然そのキャラメダル持ってないから、まさしめっちゃ意外と持ってて、羨ましい、どうやって取んよみたいな、結構ね、その、どうやって取ってんのかなみたいな、コメント来てたんで、まあ、ちょっと今回はね、プロバウンター流のね、ランキングメダルの取り方の方をね、ご説明できたらなと思いますね。拙者今何枚持っとんだろう？結構、いや、そんなないかもしれない。待って、絞り込みで、キャラランキングで絞ったら、20枚ですね。20枚やな。オッケー、結構持っとんすけど、めっちゃ簡単やぞ。ほんまに、全然めんどくさくないし、1日で取れます。これ、ちょっとこれは違うけど、マジで1日3時間ぐらいやったら取れますよ。このね、もらえるっていうのが、そのシーズン中に、キャラランキング、500位以内入ってたらもらえるんですけど、この、めちゃめちゃ簡単なんですよ。それだけなんですよ。この500位以内入っとったらもらえる。これ結構韓国も3枚揃ってますけどね。めちゃめちゃ強いんですよね。でも作りたいけど、その時間がないとか、めんどくさいとか、意外とだってめちゃめちゃやらなあかんので、全然そんなことないよ。しかも、さらには、でもさ、作り、だとしても、星4キャラで星5だからまともに戦えないみたいな。全然大丈夫です。最初これ全部星4で作ったりしてるんでね。韓国との話は全部俺あれだよ。どれやったかいな、キャラ見たらわかるけど。ほら、出てくるかな。そろそろ、あった、ほら、60レベル。俺、星4の60レベルで、3シーズンを500以内入れました。くっそ簡単やぞ、お前ら、ほんまに。マジで、やれ。ほんまに簡単やけん。ランキング見たらわかるけど、マジで、2時間で終わる、ほんまに。例えばさ、今、まあ、今シーズンちょっと始まったばっかりのあれなんですけど、防弾めっちゃ低いけんな。やってるやつなんてアホばっかりやぞ、ほんまに。韓国とかに関してもなんですけど、まずその500位、まずランキングに入る条件っていうのが1万、スコアを1万以上稼いだ人が、ランキング500位バンって入れるんですよ。そこ入ればいいんですよ。でね、これ、意外とみんな知らないんですけど、見てほら、これまあ最高限で14万じゃないですか、ナミとか。一番下は1万4。これ本当に最低の最低の最低ラインなんですけど、これね、まあ、シーズン最初だからっていうのもあるんですけど、変わんないっす。シーズン最後まで変わんないっす。なぜなら、500人もそんなにキャラ使わないから。まあ、人気キャラに関しては例外なんですけど、例えばさ、その上の方で使われてる、で、まず、超フェスとかはなかなかめんどくさいけど、全然さ、他の、ルフィの3種メダルとか、ハンコックメダルとかやったらクソ簡単に作れます。マジで簡単やったら、俺だって前シーズン、3シーズンやったんですけど、1万、とかで2万持ってないと思う。多分まあ、最低限青ハンコックだけが若干ボーダー高かったけど、他の水着ハンコックとなんだあれはマリンフォードハンコックか、衣装的にね、あれは1万とかで全然余裕でランキング入ってもらえましたね、普通に。じゃあどうやってさスコア稼ぐみたいな思うじゃん。全然余裕。今から見せていくのはほんまに簡単なんですよ。星4キャラで使って稼ぐとクソ簡単やんな。まずハンコックどうしようかな。じゃあ今回は3種類あるじゃないですか。ディフェンス。まあまあ、キャラ、今回韓国以外にもディフェンスキャラ、ゲッターキャラ、あとアタッカーが、一番簡単なディフェンスなんですよ。なぜかって言ったらね、まあやったらわかると思うけど、待って、ディフェンスキャラちょっと先に見せたいな。まあ今回じゃこのガープ、フェスゲンガープなんですけど、60レベル、まあ70なんですけど、60レベルに適正して、まあスキルレベルなんてもうしてもこれ、意味ないんで、まあ星4の時点でカスなんで、スキルレベルも全部1。で、キャラブーストは、まあまあ、適当に、まあ、やっといてください。ブースト特性もつける必要ないです。で、こんな感じでいって、稼ぎ方なんですけど、くっそ簡単だから、お前ら見とけ。ちゃんと見逃すなよ。これで、マジで、まあ、マジで稼げるけん。はい、1試合目っすね。マジで簡単に見とけよ。ちなみになんですけど、最初に言っとく、マジで、勝ち負けに関しては無理。負けようが関係ない。勝負に関しては、もう今回の目的は、もう、スコアを稼ぐことなんで、それに執着してください。試合の勝ち負けなんて、クソどうでもいいんで、そのいらないんで。まあ、まずもう、試合に関しては、もうこんなの急いで、絶対一陣は取る。もう取られたんですけど、こんなの問題ない。一陣取ってください。できたらでいいんで、守りますと、ね、これ一緒に貯めてください。もうこんなの試合とかどうでもいいんで、とにかくスコアを稼ぐ。もうこういう風にして貯めて、スコアを稼ぐ。これが一番大事なんで、で、一緒に稼いだら、じゃあ次に2旗いきます。ディフェンスがね、一番簡単なんだよね。なんでかって言ったらね、ディフェンスで戦うだけで、クソ漏れるんですよ。これやばいな。
これ取られた場合は庶民、あの庶民勝てないんで、ケツからついていきましょう。これこういう風にね、星野の一撃で死ぬんで、ちょっと早く取ってくれるかな味方。これに関しては味方ゲーなんですけどね、ちょっと肌抜いてくれるかな。これ鉄球とか打ってみるか。あ、オッケー。うわ、やべ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 、おいおい、やべ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 、ちょっと待って、ナイスナイスナイス、キルパック出ないんけ。おー、まキル取んない。あ、ちょ、この肉も取って、オッケーオッケーオッケー、で入るで入る、これで入る、オッケー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 、こういう風にして、とにかく死なないことが大事なんですよ。で、旗を貯めると。オッケー。これの繰り返しっすね。もう基本、ディフェンス一番貯めやすいよ。旗貯めたら、スコア漏れるしな。もうそれをひたすら繰り返すだけで。で、言ったよね。俺、これ、一番スコア持ったら漏れる。ガープなんて不人気キャラなんで、多分一番下の防弾低いと思うんで、まあ1万か2万そこらじゃないですかね。もう、だから1日やってたらすぐ終わるぞ。ほんまに。ちょ、待てよ。ちょっとやっぱり、その、あれやね、殴らな。殴り合わな。なかなかたまらんな。一番今さ、アホな敵が来たら、それをカモにして殴り続けるっていうのがいいんですけど。なかなかね、やっぱりそのキャラの暴力がエグいんでね。くそー、行ったな、あれ行ったな、行くか、こっちも行くか。もうこれ、とにかくね、勝負なんてどうでもいいんで。オッケー、ジャック回避入って、で、とにかく戦う、殴れ。オッケーオッケー、殴り吹っ飛ばしたらいい。でね、出たらブースト中敵キル取れたら一番でかいんやけど、まあ、これもなかなか厳しい。やばい、ちょ、やばい、おい、どんなよ、お前、俺のキル。ちょ、待てよ、これは590人、まだちょっと、マジでさ、味方邪魔、ちょっと邪魔、ちょ、俺のキル取、もう取られた。いや、まあキル取りたいけどさ、なかなか漏れんな。ちょ、待って、落ち着け、絶対いけるけん、これ。あそこ取りたいな。いけど、白ひげとかも漏れんじゃ、これ、殴る。もう、これ、うわ、キモ。で、死んだ場合なんですけど、死んだ場合は、もちろん、キャラを出さないで、ガープを退治してください。これが一番大事、ほんまに。あのね、この試合は勝ち負けはどうでもいいんで、とにかくスコアを盛ることが大事なんで、旗を守って抜く。それで、ポイント稼いでいってください。今、500でしょ。まあ、1試合目標1000。1000っすね。1000漏れたらいい方ですね。いや、でも2000とかまあ、1000っすね。もう1000漏れたらマジでいい。もう、キモいねん、これ。うぜえな。いや、また、これは、これ取りに行こうか。ちょ、これ多分阻止できるんで、いいっすね、これ。で、殴って、危ない。オッケー。で、殴ったら、これ見て、もうディフェンス内で戦うだけで、このディフェンスの役割を果たすだけで、めちゃめちゃ稼げるんで。オッケー。ショーケー。で、パンチ。で、ほらほら、もう1000もらった。もうでかい。これ、ガチすごいです、この試合。ちょ、マジやめて。ちょ、マジあかんて。おーいだ、まあ、死んでもオッケー。もう死んでもオッケー。なお、試合に勝ってたら、なおよし。待てよ。これで、いや、これはちょっと勝ち優先しようか。勝ち優先するわ、さすがに。オッケー。さすがに取ろうか。無理やな。まあ、オッケー。勝ち取れたんで、2000。まあ、多分これ、試合ボーナスで1000プラスなんで、で、1000ポイント稼ぎましたね。これを、10回やるときはいいんですよ。もう、ほんとに簡単で、もうメダルもらえるんですよ。で、あとはもう待つだけ。最後の、シーズン最後の切り替わりの時に、来るのを待って、まあ、いけるかなって覗いて、まあ、ちょまちまいたり。まあ、しんどいのはちょっと最初の1時間、3時間ぐらいかな。まあ、これを10回やるだけで、もうマジで、こんなの全部勝てるんで、ちょっと見てみようか。今何位だろう。俺も1200っすよ。今俺1200持ったんですよ。今の1試合でね。じゃあこれの現在の一番下のボーダー1030。もうほら、これをあと10回やるだけでいいんですよ。いや、待てよ。もうほうか。まあまあ、うまくいけば、星4の相手とか来て多分2000とかもらえるんで、1試合でね。まあそれをあと10回繰り返すだけでいいんですよね。まあでも、ディフェンスはどうだろうな。まあ、キャラにもよるかな。ディフェンスのキャラにもよるんですけど、まあ、今回ガーブだったんですけどね。まあ、こんな感じで稼げますよ、全然。じゃあ次、ゲッター行きましょうか。ゲッターなかなかむずい。いや、まあまあ、勝った方か。はい、じゃあ今回ゲッターキャラはハンコック。多分、まあ、みんなが一番作りたいだろう、ハンコックっすね。で、まあ、キャラブーストしちゃってるんですけど、まあ、スキルはこのマックスで。まあ、このスキルに関しても、意味ないわ。うん。で、まあ、ブーストは、まあ、フルブかな一応。フルブっていうか、ね、2段階も投げてて。で、まあ、メダルもなしでいいや。最高164位だよ。これ、やばくないこれ。これで164位っすよ。じゃあ、行こうか。ゲッターも、まあまあ、稼ぎやすいっすね。もう多分、理由わかると思うけど。まあ、行ってみましょうか。はい、ゲッターの立ち回りですね。まあ、今回、ハンコックなんで、まあ、ちょくちょく、入れる時に隙があれば、ちょくちょくちょっかい出していきたいと思うんですけど。さあ、相手も結構、どうだろう。星音とかね、なかなかあるけど。ね、ランク帯とか気にしないでください。結局、一緒なんで。敵が使ってるのどうせ超絶のバカばっかりなんで、まずまともに戦っても勝てないんで、どんどんランク帯に用が関係ないです。一番言いたいのは、このキャラを使ってるからって、迷惑だと思わないでほしい。味方迷惑とかその関係なくていいよ。うん。もうそんなの言ってる時点でもうやる気ないんだなって思います。もう、味方迷惑かけまくれ。いいね、これで。俺がやるっす。まあ今回、まあゲッターなんですけども、旗をとにかく抜きまくってください。当たり前ですけど、味方にディフェンスが用が一陣抜いて、ぶっ取ってください。とにかく稼ぐ。それが一番っすね。もうほら、ペロスペロの球、ほら、味方任せる。逃げる。とにかく死なないことっすね。死んで、とにかくね、戦うな。
もうそれが一番なんよな。まあ、ステージとか、あとね、味方依存がすごい。味方がガスだったら全然攻めれないから、あれなんですけど。オッケーオッケー、これも旗抜こうか。オッケーオッケーオッケー。とにかくね、ゲッターは旗抜くことでスコア稼げるんで、問題ない。まあ、ハンコックでね、相手石化とかさせたらね、めちゃめちゃ殴ってスコアもらえるんでいいんですけど、なかなかそれも厳しいんですよね。もうこれスコアの出が遅すぎるからさ、後ろからちょっと打ってみる。これで当たったらいいんですけど、当たったね、当たったね、当たったね、当たった、オッケーオッケーオッケー。当たったら、こう余裕があればこれ打ったりして、スコア盛りましょう。まあ、ゲッターの簡単かな、どうだろうね、ブルンドルト。オッケーオッケーオッケー、でかい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 。ちょ、押さえて押さえて、押さえて、オッケーオッケーオッケー、抜いたら、ほら、もう1000ポイントのだよ。これを1万やったらいいんですだけなんだよ。もう超簡単でしょ、えぐくない？やべ、ちょっとシャンクスおるけど、逃げる逃げる逃げる。こう戦ってダメだから、あんな知らない知らないして、こう肉。待てよ待てよ待てよ。マップをとにかくよく見て、戦うこと。もう1200だから、もう十分なんだよな、この試合に関しては。どうしようかな。あそこに来たけど、シャンクスがおったら無理なんよな。あっ、みんな逃げろ逃げろ逃げろ。危ない危ない危ない。戦ってダメだですからね、皆さんこれは。戦ったら負けるから、もう戦うな。で、とにかく旗を抜き泥棒っすね。もうスコアなんて、こういう風に漏れるんですよ。あ、ちょ、来たかな、誰か来た。来たな、じゃあ間に合うだろ、これ。間に合うか。オッケーオッケー、抜いて、オッケー。で、もうこんなバカはほっといて、もう旗なんか抜かせていいんですよ。戦う必要ないからね。まあ、余裕があればこういう風にスキルを打ってあげて。いや、これ無理やな。無理やな。逃げろ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 。いや、待て、これ、レイリーが戦うけん。ほらほら。え、何しよう何しよう。オッケーオッケーオッケー。ドロボしよう、ドロボしよう。横取り、横取り、横取り。ちょっと、飛ばすな、バカ。考えろ、飛ばすところ。おい、ちょ、もうこれ好きなんだけど遅すぎて。あー、出てきた。こうなったら話は別。ちょ、待て待て。これ、もしね、スキル入ったら殴れ。殴ってポイント稼げ。もうそしたら全然めちゃめちゃ稼げるから。死んだらね、さっきも言ったよね。もうこんなのは復帰を待つ。10秒間耐えてください。あのね、もう味方がだから、負けそうだからとか、試合は負けでもいいから、もうとにかくスコアを盛ることが一番大事。さあ、オッケーオッケーいってるかな。400万。まあ、勝ったらなお良しなんですけど。もうほら、もう1700だよ。あと5試合と一番スコア盛れるんですよ。で、もうボーダー入り。もう、オッケー。もう簡単でしょ？もうそういうことなんですよ。結局は、この日みんな、ね、意外と知らないんだよな。だってさ、めんどくさいって最初から決めてるじゃん。もうそれじゃダメっすよ。もう、ちょっと、うぜえな。いやー、ちょっと味方、ちょっとこれ届くかな。うわー、入った、入った、入った、もう殴れ、殴れ、みんな。こんなんキル取れんでもいけ。とにかく殴れ。で、スコア漏れるけ。いけいけいけ。死んでも、ほら、2000、2000漏れたんだよ。この試合だけで。レベル100ゾロ相手に2000漏れた。もう試合は負けましたけど、全然問題ないし、オッケーっす。はい。もうこんなのは、これでいいんだよ。もうこれでいい。あのね、負けても関係ない。先般5は全然俺が許すから気にするな。2161。さっき持ったスコアっすね。これ見てもう300万。もうほらもう終わってるんだよね。1万、1万1だよ。1万1。超最低ラインじゃん。もうこれね、あのま、シーズン、これ362なんですよ。だからあと200人が、150人が、150人が、全然余裕でギリギリ入れるラインなんで、あのね、もうこんな感じやったら取れるから、3シーズンだからやってみな。ほんと簡単だからね。ごめん、ゲッターが一番簡単かもしれない。まあ、キャラにも、もうほんとキャラにも夜に限るね。まあ、でも、ゲッターやっぱ一番旗抜くし、確実だと思うな。じゃあ次、一番これが難しいっす。あの、アタッカーっすね。アタッカーが一番めんどくさかったね。はい。じゃあま、今回ちょ、このミホーク、アタッカー使っていきましょうか。まあ、でもこれみんな持ってるでしょ、どうせ。で、まあ、スキルなんですけど、まあ、これできたら星 4レベルしといて。これが、ま、4レベルしといてできたら。まあ、今回このアタッカーが一番めんどいんだよな。まあ、お金ないできねえわ。あのね、キル取るのがやっぱ仕事だからね、なかなか無理なんだよ。まず勝てないから、もうゾンビアタックしかないんだよね。はい、じゃあ行きましょうか。まあ、ね、ミホークだから結構しんどいけど、他のさ、あの、状態異常持ってるキャラとか、そこらはだいぶ楽だと思うけど、まあ、今回一番難しいであろう。ミホーク普通のキャラ使ってるんですけどね、あのね、もう、これは、もうね、とりあえず旗を絶対抜いてくれ。旗を絶対抜いて。もう初期旗は絶対何があっても抜いてほしい。マジで。味方にオリンがいようが、誰がいようが抜く。抜く！もう抜くなよ、ボケ、お前。殺すか。まあ、そもそも現在抜いてんじゃねえよ、カースしね。まあ、こんな感じで、取れたら取れてるんですけどね。もうそもそも勝負にならないんで、星4の時点で。逃げるしかないんだよな。で、まあ、ブースト中ぐらいかな、キル狙えるので、まあ、ゾロとか 100% が出ないんで逃げましょう。どうしよう。まあ、うろうろとにかくして、スキル引っかかって、殴れ。もうそれしかないな。ここもさ、あ、取られてるからさ、これスキル取り際をやるか。もうこれでいけるかな。遅え、マジで！マジで遅えわ！もう遅すぎる、ネガ！もう無理だわ、これ。これも逃げる、逃げる。無理無理。勝てないから逃げます。もうアタッカーが一番しんどいからな、これ。どう、もうね、マジでしんどいんだよな、これ。スコア稼げないからさ。さ、これも抜くか。
味方怒ってるけど関係ないからね、これ自分で取ってください。もうこれでこんなのされても全然問題ないね。スコアを俺が稼ぎに来てるから早え。やっぱおけよお前、キモいね、意地汚いっすねあいつは。はい、オーケー、抜いたんで400か。もう戦うなんてもうほぼ無双中以外無理なんだよな。まあちょっと様子見ながらあちこちおっかいかけたりしたらいいんですけどね。こんなことやんないよ。ちょっとあ、やべ、ちょっとミスったな。もう遅えわ遅えわ、ちょっと遅えわ、スキルの出が遅えわ。まあでも300ポイント稼げたんでいいっすね。ブーストこねえかな、ちょっと。あ、みんなブースト来た、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 ブースト来たからといっても、もう正直キル取れるなんて奇跡に近いんだよな。もう遅いしね、これもう。でも無理なんだよな。もう本当にちまちま稼ぐしかない、こればっかりは。もうで、もう無理だからね、今の環境。星6のね、ゾロとか、シャンクスとか相手にこう戦うなんて。で、メザホってくるかな、これ。あ、ヘブンリボンありがたいんだ、これ。もう、はって、死ね。いやー、きついぞ、マジみんな、これ。せん、これ1000取れなかったら、廃止扱いになってポイントもらえないんだよな。マジクソだよな。もうだから、1000稼げないって思ったら、あのね、キャラ切り替えていってくれ。もうそれしかないわ。ほんで、雰囲気殴れ殴れ殴れ。遠距離技持ってたらバチバチ言ってください。異常とかね、例えば。もうほら、もう一撃で死ぬから。無理なんだよな。えぐいよな。まあだから、こうなった場合は、試合勝ちに向くのがいいかもしんない。マジで。あのね、マジで3桁しか取れないってやったら、相方を使って1000以上持ってください。そしたら、あのね、500でも稼いだことになるんで、あの全然いいんで、もうこれ、一番稼げなくなるのが一番だるいから、もうほら、これ多分、ここに殴ったらすぐ稼げるし、全然問題ないんだよな。ちょ、なんでこれスキル溜まんねえんだよ、おい。まあ、綺麗わ。もうほら、これなんかわかんないけど、900とかクソ簡単に溜まるんだよな。ちょ、やばいかもしんない。これ、あ、でも勝った。試合に勝てたらいける。おい、試合勝ってくれ、マジで勝ってくれ。オッケー、勝った。アタッカーがいっちゃしんどい、ほんまに。こんな感じっすね。だから負けそうになったら、スコアが1000持ったら、とりあえず負け扱いになんないから、あの、ボット扱いされるんですよね。1000漏れなかったら。だから、それが一番しんどいから、もうでもこれでもさ、700？ 今見本で俺何ポイント持ったんだ、見てみよっか。あれ ?1300 漏れてんの？え、なんだこれ？ちょ、いまいちよくわかんないんだけど、なんか、1000漏れてるわ。まあ、これ、さっきみたいな試合でも1000漏れるんですよ。もうだからね、アタッカー、まあ、でもな、みんなが多分欲しいキャラメダルって多分、超フェスとかだと思うけど、まあ、超フェスとかのね、これ、ボーナーが多分ね、キャラによっては60万とかなんですよ。もう多分ね、それやってたら、他キャラが手回んなくなるんですよね。60万別にやろうと思ったら稼げるんですけど、他が回んなくなるから、もうね、ほら、穴掘るやろう。こいつはもう、下げらんに走ってるし、もう、キモいわ、マジで。こいつほとんどいるからね。これ、もう、今のシーズン初期でもう12万とか稼いでるんですよ。多分、シャンクス、俺が確認したところね、カイドウか。多分、オリンで100万とかだった。オリンで最低ライン100万とかなんですよ。で、まあ、このルフィは50万かな。いや、まあでも、庶民、ワンシーズンガチでやったら、庶民、ランキングは余裕で取れます。超フェスとかでもね。俺、肩栗ですかね。肩栗使って、どれやったかな？肩栗ではね、どれやったかな？これ、俺？これ、この、98シーズン、俺が70万持ったんですよ。このシーズンは、マジで、肩栗しか使ってなくてやったんですけど、80レベルの肩栗で S プラスでずっと回してたのかな？それで70万漏れてるから、全然その、70万だったら、大体のキャラは、ランキング500入れるから、まあ、やったらいける。めんどいけどね。だからね、やっぱ人気キャラなほど高いんだよな。でもハンコックとか3種類に関しては全部余裕だよ。本当に。ペローナとかも1万持ったら全然余裕だと思う。ペローナに関してはね、めちゃめちゃポイント稼ぎやすいから、いけると思うよ。あと星3のレベッカとかは超簡単だよ。もうだからまあ、よかったらね、やってみて。めんどいけど、まあまあ、やったらね、カラフルなるし、いいじゃんってことなんで、今回はここいらで終わりたいと思います。まあ、お前ら頑張ってください。はい、プロバウンターからのね。キャラフルメダルを作る、レンジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。